本日はハリネズミの、えー、この床材チップについてお話ししたいと思います。えー、今回は、えー、このねチップを使ってみています。えー、っとねずっと左右はコンサンドで、えー、コンサンドってやつを使ってたんですけどあれ割とモグラなので。 結構巻きてるかすんですよこれくらいゲージがあったとしても結構掘った時勢いよく掘ると外に散るんですねその散るコンサンドを、えー、ふなんかそれが不快であとコンサンド割と地味に値段が高かったりとかするのでまあいろいろ試してる最中です、えー、この、えー うん、なんかペーパーのやつとかあとは木のやつもピンキリでむちゃくちゃ高いやつもあればえっと、うん、まあこれは結構リーズナブルな木のチップですで。あとペットスイーツとかも試したりとかしたんだけどやっぱりねモグラなのでハリネズミって言ってもネズミじゃなくてモグラなのでえ結局のところ掘りたいんですよ。 今左右がちょっと掘ってるんだけど掘りたくて仕方がないのでこうやって掘るのねだからこうやって掘る,掘るんですよだから掘れないとストレスみたいでじゃあペットシーツはちょっとダメかなとであと、えー、小島で使ってるなんか結構、うん、強烈な匂いの消臭は 抜群とか言ってたけど、なんかそれだと私自身も気持ち悪くなっちゃうくらいの匂いなので、それはちょっと、えー、ダメかなと思いました。で、先日ですね、この、えー、ハリネズミカフェハリーで、えー、このクルミの、えー、こういう床材を買ってきました。これね、はっきり言って、これくらいの量なのに、多分一回で 1>, 1個のゲージ1週間で1回全部使っちゃうくらいな感じでうち2匹いるんでケントとサユがいるとすると、えーまあ、2袋1週間に必要かなと大体いいね1週間に1回はこの、えー、ゲージの中の床のこういうチップとかをこれを全特化します。 でちなみにハリネズミさんっていうのはここでこのお砂場のところで、えー、このマウンドってうちのチビは言ってるんだけどここでねおしっことうんちをねしてくれるのでうんまあまあたまにたまにというかまあしくじってここら辺にあのやっちゃう時とかあるんですけどほらね今さやさんここでちゃんとおしっこしてるでしょこうやってねちゃんとね おちゃんとのこのねお砂場でしてくれるんでチップは,はまああのこういうに今ちょうどタイミングよくちょっとさやさんここでちゃんとあの用を足してくれてるんですけどこんな感じで金太くんもねあのここのハリネズミのこのお砂場のところで。 うんちとおしっこはするので床材まあまあまあたまにやっぱり動物なんでねしちゃったりとかするのでそういう時はここら辺におしっことかうんちとかした時は、まあまあ、昨日まあ大体週末に1回変えてるんだけどこの辺にやっちゃったりとかあとはこの、えー、フラットで回ってる時に、えー、ちょっと、えー うんこしちゃったりとかするんだけどそういうのはこうちょっと手で取ってであとはこの基本的にはこのゲージの中にあるこの砂場で、えー、用を足してくれるというそんな感じです。でやっぱりこれも匂うので気がついたらやっぱりお砂場なんだけど取る。でも取る時にはやっぱりここに、あのー、若干の匂いを残すとかないと。 こうあの自分たちのトイレっていうのを分かんなくなっちゃうので全く新しくするわけじゃなくて、えー、この辺のうんちとかをちょ,ちょろっと取ってちょっと匂いを残しておくとここがあのおしっこと、えー、うんちをするところだと、えー、認識してくれます。でこの砂なんですけどこの砂もいろいろハムスター用とかいろいろあるんだけど。 うちはハリネズミ用のを、えー、買ってきてますでハリネズミってすごく神経質でデリケートなのであの一、ー、回この、えー、トイレ砂を使うとこのトイレ砂をトイレ砂だと、えー、思っているので、えー、猫の砂とか、えー、ハムスターの砂とかちょっと違う砂とかに変えるだけでも結構ダメだったりとかします。 あの餌とかもハリネズミはえその好き嫌いが結構あって食べるとか食べないとかの好みが結構激しいタイプで大体あの小さいのを買ってそれあのもう本当食べなくなったら絶対食べないとかっていう感じなんだけどうちの2匹は今え小島まのえ低脂肪の低脂肪タイプちょっと左右がちょっとこれちょ,ちょっと。 大きい大きい子なので手しぼのあげてるんですけど、えー、ちょっとねあの2人でいっぱい食べるので、えー、この,あの小島のこのこのこの餌ですねこれはちょっと 1kg のちょっと今回は、ね、買ってみましたうち結構そのうーんあんま好き嫌いなく食べてるからうん そういう悩みはないんだけど、本当に何かあのハリネズミさんね、むちゃくちゃね、あのこだわりが強いので、食べる食べないとかって結構あります。ちなみにあの果物で言うと、えー、うちのケンタはバナナが大好きで、えー、自分の餌よりもえー、バナナの方をえー、食べてるくらいバナナが好きで、えー、しかも完熟のバナナが大好きなんですよ。 で左右はバナナは食べなくて、えー、スイカとか一番好きなのはリンゴとかを、えー、食べております。でまあまあいち一番本当にハリネズミが一番好きなのはミルワームなんだけど、まあ、あんまり揚げすぎるとよくないということで、えー、ボイルタイプとか乾燥タイプとか、えー、そういうのを揚げてご機嫌をとってで。最近ちょっとハリネズミカフェで、えー クッキーとかも買ってみましたハリネズミカフェにはむちゃくちゃねハリネズミのイラストのグッズとかもあるしハリネズミさんの餌とかおやつとかあとは寝袋とかもうほにねグッズいっぱいあってグッズを買うだけでも楽しいしあのハリネズミね、50匹ぐらいいたりとかまあ,あの原宿のの うん、ハリネズミカフェはすごくハリネズミ専門でハリネズミが50匹ぐらいいるからあれなんですけど、えー、なんかでもやっぱそれくらいを飼育してる方ハリネズミを専門に飼育してるスタッフの方っていう熟知してるのでちょっと悩みとかがあったりとかしたらその話を聞いていただいてアドバイスを。 っていうことでもね、すごくあのハリネズミ飼ってるのになんでハリネズミカフェに行って、その店員さんと、えー、ハリネズミトークを、ハリトークをするのが結構楽しみでだったりとかします。えー、本当にねハリネズミは可愛いです。うちの健太くんは、えー、あんまりなついてないんだけど、まああのもと来た時にすぐにあの人間に じゃなくて左右とえなんか「うん夫婦みたいな感じで迎えてしまったのでまあそれは結構懐かないっていう感じなんですけどまあ,あのハリネズミさんねちょっとあの根気よく懐かせようかなと思ってえ餌をまあ好きな餌ミルワームとかおやつとかをあげてからえだ ま健太なんか結構怒ってるからでも今までは本当なんかこういうのとかでこういうのとかで健太をこうやってって乗せてじゃないと全然移動とかもさせられなかったりとか手袋みたいなやつとかタオルとかでくるまないと持ち上げられなかったのが最近やっと素手でえ持ち上げられることができてるのでまあ好きなものをあげてからえ優しく。 怖くないように本当だったらねにいを手の匂いを鼻のところにこうやって大丈夫だよ大丈夫だよってやって鼻の匂いを覚えてもらって、えー、優しく、えー、こうすくい上げるようにしてあの鼻のところからこうやってあの抱っこしてあげるとこうやってこうやってね あのこうやってやって大丈夫だよ大丈夫だよって安心してからこうやって抱っこしてあげるのが理想なんだけどもう健太くんは結構噛んできますんでえ好きなものをあげてからえちょっとあの手であの噛みつかれない微妙なラインでちょっとつんで,であとはもうグッと自分の匂いを自分の匂いのあるところでちょっと匂いを覚えさせてあの。 覚えさせて安心させてから、えー、なんて小屋に返すっていうのを、えー、繰り返しやっててハリネズミは基本的に夜型なので、えーまあ、夜の時間帯、えー、多分昼間の時間帯は機嫌が悪いと思うので人間もそうだけど機嫌のいい時間帯をちょっと見計らってコミュニケーションをとってやっと今ちょっと手で、えー、まあ 抱きかかえるというかあの触れるくらいのレベルにはなったかなと、うん、そんな感じですまあ気長にちょっと健太くんと、えー、親睦を深めていきたいなとで今ちょっと健太くんちょっとねあの左右に噛まれたりとかしてちょっと割と本当にねあの人間不信というかなんかちょっともうえー、なんかうんいろいろ。 ちょっと本当になんかトゲトゲしててとがってるんですけどまあ信頼関係を作っていけたらなとあとなんか近々ちょっと健太くん心配なところがあるのであのー、立派なシンボルがですねちょっとちょっとなんか元に戻ってないぞ的な感じでまあなるべくちょっとそこを清潔に保ってちょっと見計らって病院に行こうかなと思ってるんだけど。 ハリネズミにも一応動物ペット保険っていうのがあって、まあうちは大丈夫だろうと思って三割の保険に入ってるんですよ。もうこれ半額とか全額負担のあるのかわかんないですけど、三割負担の保険で年間二万五千円ぐらいで、この間腸内フローラー検査っていうのがあったのでそれちょっと申し込んで、うちはまだハリネズミを飼ったのが自死 自粛が始まってから、えー、ちょっと本当にあの自粛のプロだと思ってるのでこうやってのステイホームでしょこういこの防音室にステイホームでずっと家でねおとなしく寝てるんですよさばくこともなく一人しかも一人であの集団を嫌うのでハリネズミって基本的にあの群れで行動しないので一、あのー、人で小屋で家でステイホームしてる先輩ということで。 うちはハリネズミを飼い始めてまだだから腸内フローラとかも初めてなんですけどまあハリネズミを飼ってだいたい2月の終わりぐらいまあその自粛期間の時にえお迎えしてるのでまあだいたい5ヶ月とかそれくらいでだいぶちょっと本当になんかあの本とかも読まずにもう本当なんか初期の頃は。 なんか皆さんにね扱い雑とか言われたんですけど雑は雑なりにでも一応ほらあのねその愛情を込めて一生懸命頑張ってる結果見た,見た感じがその雑に扱ってるみたいに見られてただけなので、まあ、愛情を持ってすごいなんかのフルーツとかもいろんなフルーツあげてみたりとかあの,あのすごいあのなるべくこの。 小屋こうあの毎日、えー、洗ってこのここ夜になるとハリネズミはここで <laughs> あの走り回ってうんちとかおしっことかするのでここ結構ねあのうんちとかおしっことかいっぱいついてて汚いんですけどそれをあの洗って、えー、小屋の中にあるまあその。 こ,うこの辺とかでうんちとかしちゃう時とかもあるのでそういう時はちょっとこまめに取ったりとかしてえこうやってあのハリネズミの砂のところでおしっこうんちをした時はやっぱそれもちょっと取ったりとかしてあの小屋も清潔に。でハリネズミは基本的にそこまですごいなんかに匂いとかもしないので飼いやすいと思います。 えー、そんな感じでですねちょっとハリネズミ生活なのでハリネズミのことを、えー、レポートしてみました、えー、何かあのハリネズミを飼ってみたいと思っている方とか、えー、ま私まなんかまだ、えー、人に教えられるレベルではないんですけれども、えー、ハリネズミのことについて知りたいことがある方がいましたらコメントをいただけると、えー お返ししたいと思っております。ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。